こんにちは。こんにちは。ブリオベッカ浦安背番号8番の富塚俊です。11番の畑野貴則です。今日は、けん玉の日ということで、けん玉をやりに来ました。いつもスクール生の子供たちと今日は対決したいと思います。よし、手組んで、おお、勝負だ。ルールはこの大きなところに1分間で何回乗せられるかの勝負だ。コーチたちはチーム、そこ2人はチーム、やってみましょう。勝負だ勝負だ。もうちょいこっち来て。よし、あ、3、よし、ちゃんとやってよ。はい、1、4、はい、2、5、3、何回ですか？何回？10回。足して23回。こっちは29回。イエーイ。強いわ。次の勝負、けん玉で一番難しいと言われてる、ここにどっちが多くさせるか勝負します。 OK、 時間は30秒。短い。お願いします。よーい、スタート。膝を、あ、サッカーと同じ、膝を、うぇーい、ナイス、うぇーい。あー、どうした。いいぞ。ほい、うぇーい。もっと喜べよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ストップ。よっしゃー、これ勝ったんじゃない？せーの、4。すごい。以上で終わりにしたいと思います。けん玉練習します。みんなもやってみてください。